皆さんも金曜、青汁王子とライバーの飯田会長がすごい揉めてますよね。で、ちょっと前にさ、もう裁判の方は、ケリがついたよ。まあ、そのようなことになってるよって、発表しましたよね。青汁王子の方が。で、さらにまた、昨日、生配信で青汁王子が、許せませんっていう、サムネで、もうすごい、もう 許せませんっていうサムネで、嘘のお祭り、ライバー飯田会長の真実を暴露しますっていう生配信あげましたね。で、それに関して思うことが、もうさ、勝負ついてんじゃん。もちろんその中でさ、さらに往生際が悪いんだろうね、そのライバーの方が。で、まあ、言えばこういうで終わんない感じがして、まあ、青汁王子も腹立ってんだろうけど、もうさ、青汁王子の方が圧倒的にもう票が入ってるんだし、もう優位性が取れてるんだから、もういくらこのライバー飯田会長の方が筋違いとか、なんか不条理なアプローチとか、動きがあったとしても、もう攻撃的なアプローチ、このネガティブなね、このライバー会長の真実を暴露する、許せない、ライバー会長嘘ばっかりだっていう、YouTube の動画配信、動画どころか生配信でもそれ言ってるじゃないですか、は、青汁王子にとってマイナスでしかないなって僕は思いますね。もちろんさ、青汁王子が大好きで、ライバー許せないって人は、まあ、こうなってるかもしれないけど、でもやっぱ、そこまでね、青汁王子に対して心酔してない人で、まあ、こういうね、マーケティングで成り上がった、アフリエイトで成り上がった、まあ、三崎優太って人いるよねって、一応ね、なんか、面白そうだから、まあ、実力者だから、チャンネル登録はしてるよっていう、普通の大人が見たら、で、なんか雰囲気でわかるんだよね。このライバー飯田会長のが、なんか間違ってる。なんかこっちに非があるなって、なんかわかるんだよ。鼻が利く人なら、まあそのね、証拠とか、云々抜きに。で、そうなってるわけじゃん。なのに、さらにさ、三崎優太さんの方が、もう、毎日毎日、こんな動画を上げること、まあ正論、なんだろうけど、は、良くない、やめた方がいいと思うんだよね。もう気が収まんないのはわかるよ、その青汁王子の方が。でもさ、もうそういうやつなんだよね、ライバー飯田会長っていうのは。もう真実暴露しなくてもいいよ。それをさ、みんなにさ、こうだよってさ、言ってもしょうがないじゃんって思うんだよね。なんか、まあこの人若いんだよね。30歳ぐらいなんだよね、青汁王子は。だからっていうのもあるんだろうけど、まあ、この人がもし40歳だったらまた違う考え方をして、ここまでさ、日々飯田会長を許さない、ふざけんなとか、裁判になったとか、なんか慎むと思うんだよね。まあ、そういうなんか理不尽とか不条理なことを、まあ、発信したい、分かってほしい、共感したい、事実を発見させたいっていう気持ちがあったとしても、ネガティブなことだし、でもやっぱ若いからやっちゃうんだよね。だから、まあそれを差し引いても、青汁王子さんは、まあ大成功してるし、まあいろんな意味でね。で、もう多くの人がこれ見てるから、これ以上はやめた方がいいよっていうのが僕の考えで結論ですね。ブレーキかけた方がいい。結果はもう変わんないと思うんだよね。青汁王子が、この飯田会長を、なんか咎めるような配信してもしなくても、その対飯田会長との二人称の結果はねって思うんですよね。だからね、今回ホリエモンと青汁王子もなんかごちゃごちゃってしたわけじゃないですか。やっぱそうなった時にホリエモンなんか、まあ大人だから、まあ、あの人もこういう 一面あるかもしれないけど、やっぱこんな配信ばっかして何なんだよとか、また論破しに来るじゃんとか、まあ、やっぱガキで若いよねとか、やっぱ上の世代の人は思っちゃうんだよね。だから、要は、美咲さんが40歳になった時に、今自分がやってることを見たら、やっぱ、青くてちょっと行き過ぎたなって思うと思うんですよね。この人賢い人だから。ってことを、まあ僕は思ったので、ちょっと今回動画にしました。どうもありがとうございました。